えっとと締めに行きたいと思いますで、えっ、ー、と、まあ、あの、結構ざっくばらんにずっと喋ってきたので、あの、こう、まとめみたいなものがないと、あの、いろいろと、あの、えー、把握とかで、あの、本当に、あの、買ってみようかなと思っている人には、あの、把握しづらいと思うので、えっ、ー、と、ちょっとまとめてみました。 えとこのスライドは後で、えー、とまた、あのー、公開するので、えーとまあ、そちらの方、あのリンクの方を参照してもらえればいいかなと思います。で、えー、まずですね、えーと、アリエクスプレスについて、まあ、いくつか、えーと、その切り口で、えー、とまとめたものをお見せします。えーとまあ、まずはですね、あのメーカーオフィシャルの業者を探すと。それから、まあ、同じ商品として、 しか思えないものが、まあ、同じ業者から異なる価格で提示されているページが多数あると <laughs> いうことなので大変めんどくさいんですけれどもつぶさに見てあのもし最安で買いたいということであればつぶさに見てその3つ4つページをあの、ね、取り出してきてであの価格を表示してみてあこれが一番安いなっ,て思っと思ったところでポチッとすると。 いう感じですねそれから、えー、同じ業者と誤認しそうな異なる業者が多数ある、まあドロップシッパーですね、えっ、ー、と、まあ、まあ、のえっ、ー、と、プライマリーであの製造している業者の直販のショップと、それから、えー、とそこからドロップシッピングしているドロップシッパーが多数いるということなので、その辺の見極めをした方がいいですよと。それからまあ、そこに表示されている在庫数は信用しない えとない場合に、えー、と買わないつもりだったら、えー、とポチッとしてから、えーとえー、ないなら買わないわって言うと、えーとまあ、要するに返却あの受付をしなきゃいけないはずなんですけど、その辺、ちゃんとできるかどうかっていうのは、えー、と怪しい感じはしているので、なので、まああの、一応事前に問い合わせをした方がいいかなというふうに思ってます。あんまりね、なんか買ってキャンセルとかやってると、なんか。 クリットカード会社の方も大丈夫かなってちょっと心配はあるので、その辺の,あの裏の事情はちょっと分かんないですけど、まあ、あの最初から買,買わなくてよかったっていうパターンだったら、まあもちろんなんかこう購買記録とかもあのない方がいいわけなので、まあ、そういう意味でも、まあ心配ならあの事前に問い合わせをした方がいい。それから、えー、とモデルの組み合わせが、えー、と可能か不可能か。 っていうのは、あの、なんか、ボタンでポチポチやって、えっ、ー、と、変える変えないとかいう選択肢はあるけれども、まあ、あれは信用しないと。<laughs> もう、めんどくさいですけどね。<laughs> まあ、一応、あの、こう、ないぞって言われるのは心積もりはしておいた方がいいと思います。まあ、あるいはひょっとすると逆のパターンもあるかもしれないですね。その えっと、ボタンで選べないんだけど、実は在庫があったみたいなことはあるのかもしれないです。まあそういうのも、あの、もしあれだったら、事前にあの問い合わせをしてみるといいかもしれないですね。それから、まあ写真を信用しないと。あの、もう本当に長ったらしいやつ、本当やめてほしいんですけど、<laughs> あれもしかもなんかこう、しれっと本当にね、違う商品のやつがね、入ってたりするんですよね。で、しかも、あの、選択肢があるじゃないですか、そのモデルの。 そのモデルの選択肢の、その例えば A と B と C があるなら、そのなんか B はこれ、こ,この写真の筐体で、A と C はこっちみたいなのもあったりするので、まあ、ちょっとね、警戒した方がいいですね。だから、あまりにも、その一つの、そのページ内に違う、その、筐体とおぼしきものがいっぱい、こう、写真が載ってるようなのは、ちょっと警戒した方がいいかなという気がしますね。はい。まあ、あとはあれですね、CG。 で、無理やりなんかこう変形して、多分フォトショップで <laughs> イラストレーターか変形してバンって貼ってあるだけみたいなのも、もう、もう、ものすごいいっぱいあるので、まあそういうので、まあこのぐらいの、あの、こう、感じかなと思って買ってみたら、なんか偉いずんぐりむっくりだったりとかいう可能性も、あの、大いにあると思います。ので、あの、注意した方がいいで。で、あと付属品の有無ですね。あの、SATA ケーブルとかブラケットとかにも注意、えー、っとしてくださいと。 で、まあ、あの、それに関連しますけど、電源ケーブルの使用も、まあ、多分大丈夫だと思いますけど、まあ、もし心配なら一応確認しておいてください。で、えっと、筐体色は選べるやつがあります。えっと、今回のだと、えっと、最初に紹介した、あの、1台目の PC ですね。あれはなんか3色から選べる。えっと、ブラックとシルバーとなんかブルーから選べるんですけど、そういうような場合は、えっと、まあ、なんか、 そのモデル選択のところで選べれればいいんですけど選べれなくてなんかその購入したらそのまあチャットで連絡してくれっていうパターンも割とあるのでえとそこでまあ連絡を忘れないようにとあの連絡しないと その3色の中から向こうが適当に送ってきます。まあ、おそらくはなんか在庫余ってる色、要するに不人気な色とかを送ってくる可能性があるので、まあ、そういうところも、あの、もし、あの、いや、これはどうしてもなんかシグバーがいいと思ってるんだったら、まあ、連絡は忘れないようにしましょうということですね。で、あと、細かい CPU 型番を信用し型番が重要なら、まあ事前、事前に問い合わせをすべきです。まあ、これは、あの、最初の方であの説明した通りです。もうあの あんまり細かく言わないですけど、インテル ARK っていう、そのインテルの,あの公式サイトにある、そのスペシフェーションリストから、その、確認できるあのやつがあるので、あの、インテル ARK で、インテル ARK ですね。これで、あの、ググってもらって、で、そこからあの型番を入力すれば、そもそもそれ存在するのかみたいなの <laughs>、すぐ確認できるので、あるいは、その、公式の、その、 スペックシートはそこに一覧で出るので、その、なんか業者が表で一応載せてたりするんですけど、まあなんか編集とかも,もう本当にいい加減なので、あの自分で調べた方がいいです。なのでまあ別,別にいいんですけど、まあどんなのでもいいよ。なんか怖い棒が来ればそれでいいわって思ってるんだったらまあいいかもしれないですけど、まあ一応あの確認したいんであれば、そういうインテル AR k を使って調べるということをすればいいかなと思います。 で、えっ、ー、と、メモリと SSD は買わない。これはまあ、あの、買いたかったらどうぞっていうのはあるんですけど、<laughs> まあ、あの、僕は買わない。あの、まあ、あるいはなんかベアボーンが選べない場合は仕方なく一番最安の組み合わせで買うんですけど、まあ、基本的にそれはもう使わないですね。はい。あの、理由については、まあ、あの動画で説明したとおりです。で、えっ、ー、と、まあ、じゃあ、 えとどうやって調達するかというとおすすめはアマゾン売りのアマゾン発送のものをアマゾン COJP ですねそこから買うのが一番安心感が高いその方法でいくと MSADA はちょっと選択肢がもうだいぶあの新品の選択肢減ってきてしまっているのでなので、まあ、ちょっとおすすめは難しい。 かなといいう,うに思っていますあとですね、えっと、最安の,そのメモリと SSD の組み合わせをあのわざと指定するっていう方法も、まあ、ちょっとありかなとは思っています。どういうことかというと、あのベアボーンだとですね、あのなんかこう商品が届いてで、自分で調達したメモリと SSD を挿して動かしたら動かんとか、なんかトラブルがあったらおかしいとか。 いうようよな時にその向こうが付けてきたメモリと SSD の組み合わせで同じ現象が発生すれば文句も言いやすいんですけどなんか自分で調達したやつだとね一応なんかあの商品ページにもなんか。 あのベアボーンの場合は、その組み合わせの、まあ、要するに、いわゆる相性ですね。相性についての問題については、保証しないみたいに書いてあるので、そういうところが心配だったら、一応、なんかそういう動作確認のために、最安な組み合わせで、メモリと SSD を買うっていうのは、まあ、そういう方法はありかなというふうに思っています。ええなんか消えちゃってる。なんか、ちょっとおかしいんですよね。 えっと、発送方法ですね。あの、フリーシッピングで、えっ、ー、と、ちょっとやめます <laughs>、えー。編集画面とか見えるか、あんまりなんかよくないかなと思って、全画面さた全画面だとね、なんか消えたりするんですよね。これは、あの、パワーポイントの365の Web バージョンのバグですね。で、えっ、ー、と、フリーシッピングで DHL とか f e ック x だと、あの、追跡番号も発行されるので、あの、まあ、 どなっとんのみたいなのを追跡していくことがまあ可能なので、まあ、一番安心感が高いですと。でまあただし家に到着する時にその指定した業者で来るかどうかはわからないですし、えー、と今回僕が注文した時にも、えー、と最初 DHL で指定したんですけどなんか向こうから「FedEx に変えたいんだけどいいか」みたいな「あのフリーシッピングはフリーシッピングなんだけど」みたいな連絡がありました。 まあそんな感じでね、後からなんかコロコロ変えられたりとかいうようなこともあります。まあ,まあちょっと、あのー、発送量が変更される形であの変更してほしいみたいなことがあるのかどうかまではちょっとわかんない。そういう経験はないんですけど、まあそういうことは往々にしてあるということで気をつけてくださいと。ちなみに、ちょっとだけ脱線すると、えっと、まあこの中華 PC ではないんですけど、海外から物買った時に一回ですね、あの、 えー、アメリカで買ったんですけどア,メア,マゾアマゾンじゃないなどっかどっかの EC サイトから買ったやつが、えー、と発送されてでまあ一応その追跡できるので追跡してったらですねなぜかねもうあとなんかどっか US のインターナショナルポートであと飛行機だけじゃないかと思って行ったらそしたらなんか違う香港かなんかに行ってそのなんか EU 圏の方に なんで、えっ、ー、と、EU 圏のどこら辺だったか忘れたけど、そこに一回到着してからまたなんか日本に送り返されてみたいな感じの、まあ、どういう理由なのかわかんないですけど、間違えて送っちゃったって話なのか、それともなんか、 想像できないですけど、なんかその経路の方がいろいろ都合が良かったからそうしたのか、ちょっと分かんないですけど、そういうこともあるので、えーと、追跡番号があればそういうことも分かるんですけど、まあ、ね、郵便だと、あのもう本当に、えー、いつ届くだろうって、悶々としなきゃいけない <laughs> そういう <laughs> あのでも、まあ、お金かかったとしても、まあ、なんか DHL とか FEDEX とか EMS とか、そういうものを選んだ方がいいかなっていう気はします、心配であれば。 で、あと、えっ、ー、と、追加請求分の、えっ、ー、と、お金の払い方なんですけど、あの、あまあ、はっきり書いてないんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、チェックアウトした後で、本体をチェックアウトした後で、その、えっ、ー、と、これ、これ、これ、こういうのオプションつけてくれって言うと、そうすると、まあ、このページで、その、5ドル払ってくださいみたいな感じで言われるので、で、そのページに行くと、その、 1個1ドルみたいなので、何個買うかみたいになってるので <laughs> そういう、あの5個買うにすると5ドルになるじゃないですか。だからそれで5ドル払ったことになる。っていうような感じで、その支払いをすると、まあ、あの決済としては完了という感じになります。この,この辺がね、なんかね、あのこう、アリエクスプレスにそういう、なんていうんですかね、オプションを柔軟に扱うシステムがそもそも存在しないから、まあ、 まあこういうふうになってるっていう感じかなとは思ってるんですけどまああのまあちょっとなんかアバウトだなって感じはしますであとえっと今まではなかったですけどえっとまあもしかして高額商品だと受領時に関税を請求される可能性があ,りあると思いますまあこの辺ねちょっとあの関税については僕あのあんまり詳しくないのでまあもし心配だったらえっと あの多分、関税とかで調べればわかると思うので、あのそういうので各自調べてもらえればいいかなというふうに思っています。それから、えっと、まあ、日本人が日本国内から、そのアリに注文する場合は、まあ、事実上、えー、クレジットカードしか使えないですよと。で、バンクトランスファーって要するにあの銀行振込ですね。まあ、普通やらない。 あのいろいろめんどくさいんですよ。バンクトランスファーめんどくさいし、めちゃめちゃ金かかるので手数料が普通やらない。それから、えっと、えー、あのページ見るとウェブマネーって書いてあるんで、あ、あのウェブマネーんだったらまあなんか匿名決済にもなるし、これがいいんじゃねとか思うかもしれないですけど、同名の別のものです。<laughs> なので使えないです。それから、 えっと、まあ、なんか CVV をね、入れなきゃいけないんですね。CVV って、あの、カードの裏にある、あの、3桁の番号みたいなのを、あの、入れる。で、だから、クレジットカード番号と CVV の両方が揃って、その決済が完了みたいなことになっているんですが、その両方がね、あの、EC サイトとかに、その、案に記録されてたりすると、ハッキングを、あのクラッキングを受けたときに、 そういう情報が漏れてであの要するにお金をジャンジャン使われるみたいなあのリスクがあのないわけではないです。でそういうのの取り組みでそのカード会社特に国内ではあのビザですけど住友がやってるあのビザにそのビザセキュアっていうあのサービスがあるんですね。これに登録しているとそのカード決済しようとした時にこのビザセキュアサ,サイトに自動的にあのブラウザがあの遷移して。 でそこであの、えっと、ビザカード登録した時のパスワードを入力しろって言われるんですよ。なのでえっとまあなんというかあ,のあれですね一段階そのビザの公式サイトでそのパスワードの確認をさせるのであの安心感はあるんですがこれはビザセキュアに対応した EC サイトでないと使えない。 という何か、な、何それ美味しいのみたいな感じ。<laughs> 忘れた頃にどっかで決済するとあ、ビザセキュアのパスワード画面が、パスワードを要求されて、あ、そういえばそんなのあったな、みたいな思うんですけど、<laughs> まあ、あのー、例に漏れず、ハリー・エクスプレスも、あのービザ、ビザセキュアには対応していないので、まあ、そこも期待できないと。で、 まあ、あとは、えっと、カード会社が、その、取引について、特に、あの、中国の EC サイトとの取引なんで、えっと、シビアに見てる可能性がありますよと。なんで、あの、決済できませんっていうふうにはねられるのを防止したいと思うんだったら、まあ、事前に、あの、カード会社に連絡を入れておけば、そうすれば、まあ、問題なく通るんじゃないかなというふうに思っています。まあ、要するに、あの、あれですね、詐欺とか、あの、そういうので横行したりして、 あのそういうのをあの、保証をかぶらなきゃいけないのはカード会社だったりするので、まあ、当然、シビアに見るわけですよね。なので、そういうあの事前に手を打っておくといいかもしれないです。それから、えっと、返品方法なんですけど、あのペナルティとか、さまざ、あ、まですねあの、全額返済される場合もあります。 まあそうではなくて、えー、と何割か負担してくださいとか、あの2割とかね、いうような業者もいます。で、それから、まあそ、返却はいいけど、物、どうやって返却するのをつ、中国に送るのかみたいな話があるんですけど、これね、一回、あの返品というか、交換をやったことがあります。それはあの、えー、と中華 PC じゃないんですけど、別のもので、交換しようとしたことがあるんですが、その時にね、びっくりしたのが、 あの日本国内にその中国の EC のサイトとかやってる人たちがそのハンドリング代わりにハンドリングをしてくれるその返品だけけけを受け付ける業者といいうのがいるんですよ <laughs> ほんとねすごいな世界広いなと思ったんですけどそのだからあの国内からは返品はその中国に送るんじゃなくて国内の,そのなんか指定された。 業者のどうもその物流倉庫の方へ送る。 だから、あの僕らからすると楽ですよ。あの国内国内なんで、なんか海外に発送するときにめんどくさいな、なんかめんどくさそうないろんなこととかない、住、まあ、住所どうやって指定するのとかもあるし、なんか値段のこともそうだし、保証のこともあるし、もしかしたら関税に関する何かあるかもしれないですけど、そういう一切がしたらめん,どめんどくさいことをあのやらなくて済むので、このオプションが使えると一番楽ですね。もうそこを送るだけです。あの普通にあの 宅急便とかでね、送る、送るだけ。まあ、なんだけど、まあ、場合によっては、直、直接中国に送り返さなきゃいけないことが、ひょっとしたら、あるかも。僕は、あの、経験はないです。ないですが、まあ、そういうこともあるかも。えっと、あとね、中国じゃないんですけど、えっと、 前あのスマホが壊れた時にあの保証期限内1年以内に壊れたのでそれであの交換っていう形でえっと海外の EC サイトからあの買ったやつを交換したことがあるんですねあのピクセル1だったんですけどその時にねえっとどういうふうだったかななんかえっと 最終的には関税請求されてしまったんですね、結構な額です、8000円ぐらいだったかな。で、理由が、その、えっ、ー、と、自分としては、その修理品というか交換なんですけど、えー、と新しいその、えー、スマホが送られてきたっていうことになっちゃったんですよ。だから、それに対する関税がかかって <laughs>、そういういくらみたいな感じで請求されてしまった。 もうそれ払わざるを得ないんで払ったんですけど、えっ、ー、と、修理とかだとどうするかというと、なんか事前にね、その、えっ、ー、と、これは修理で出すから、だからあのかん、あの、戻ってくるはずだから、だから、その、完税かけないでくれみたいなことを事前に申請する必要があるみたいなんですよ。で、えー、とそれやると番号かなんかのもらえるのかなで、その番号をなんか、あの、つけて、で、送ると、そうすると戻ってきたときに、その、 か関税かからずにまあ、手元まで来るみたいな。いうようなことをやらなきゃいけないことがありました。まあ、ちょっとあのー、この中華 pc の話に絡むかどうかはわかんなくて、中華でやったことはないんですけど、まあもしかしてその直接あのー、修理で操縦する場合にはそういう可能性があるので、ま1、あ、度それもあの調べていただいた方がいいかなという風うに思っています。 まあ、そういう話を聞いていくとね、なんかすごいリスクがあるから、なんかやっぱりやらない方がいいのではとか、言って思うかもしれないですけど、なので、それ確かにリスクとしてあるので、あのそれはあの私はどうにもならないのでね、皆さん各自で判断してやっていただきたいんですが、まあ,あ、強いて言うなら、あれですね、まあ安いやつで試してみる何度か、あの安いやつを何個かあの試してみて、なんかこう、 感触とかあの業者こういうところは良くてこういうところはダメみたいな経験値を積んでもらった方が、まあ、いきなりねあの高額商品をバーンと買うとそうするとそ,それで失敗した時に痛いのでまあそういう経験をなど積んでもらうとまあ,あのいいかなというふうにまあなんかこの業者はあからさまに怪しいから避けといた方がいいなとか <laughs> いうような見聞きが効くようになるかなと思ってます。 で、えっ、ー、と、以上が、その、アリエクスプレスで買うにはみたいな話なんですけど、まあ、あとは、中華 PC そのものについてですね、侮りがたい仕様みたいな書いてありますけど、まあ、シャーシデザインは、その、まあ、いくつか、あの、そ,それぞれで、似たような、そのスペックだけど、まあ、何種類か片手で数えるぐらいの、なんかシャーシがあると。で、デザインはね、割と僕は気に入っています。あの、 なんというか、今見てもらった、この、あのー、二代目の方、一代目の方もね、まあちょっとなんか、あの、小ぶりで、あのー、こう、ん <laughs> こんなこと言うと変かもしれないですけど、ちょっと可愛らしい感じかな、っていうふうに思っています。で、えっと、まあなんですけど、えっと、奇抜な図もある、あります。奇抜なデザインのもあります。まあただね、どれもこれも、まあなんとなく、あの、似たような、あの、感じですね。似たようなデザイン。 で、まあ、その理由としては、考えうるのは、その、インテル NUC のリファレンスデザインが多分あって、あの、内部のそのマザーボードもそうだし、そのユニットとしても、まあ、こういうような、あの、要するに、えっと、こう、縦横、高さの、その大きさがだいたいこのぐらいの、みたいなリファレンスデザインがきっとあって、で、まあ、それに大体、近、 近くその寄せて設計するからまあなんとなくどれもこれも違うんだけど似たような感じだよねみたいないう感じになってるのかなというふうに思っています。でまあそこから想像するにおそらくマザーボードはねほとんど一緒であのその CPU があの違うものをその、うん BGA なんで、あの、はんだ付けするんですけど、まあ、要するに違うバリエーションの CPU をはんだ付けした同じような基板が大量に作られていて、それを、その、あの、自分たちのその筐体に、こう、収めるというような感じになってるのかなというふうに思っています。で、えっ、ー、と、まあ、まあ、そういう感じで、あの、べっこ編みみたいな感じなんですけど、突き抜けたやつもね、あるにはあります。で、 えっと、ミニ PC の筐体、あのここで見せ,見せた、今回2台見せたものではないですよ。こんなちっちゃいのに収まらないですけど、もうちょっとなんか幅を広げて、で、ギリギリディスクリート GPU カードが入るぐらいの大きさにして、で、穴の位置だけ、もう専用になんかそのディスクリート GPU しか入らんだろうっていうような、なんか穴を,穴を開けてですね。 でそこに無理やりカードをねじ込んで PCI Express 接続したみたいな、<laughs> なんか本当に、ね、強引なやつも、あの、あるにはあります。あの、人柱向けです。<笑><笑>まあ、面白そうではあるんだけど、ちょっと手出しにくい。<laughs> わからさまにあれなので。まあ、後で話しますけど、まあ、ちょっとファンの問題もあるのでね、まあ、そう、本当にね、あの、人柱向けかなと思います。 で、えっ、ー、と、マザーボードの質見てみたんですけど、意外と悪くない。あのー、2台とも、あのー、こう拡大して見て,見てもらったと思うんですけど、本当にね、あのー、あれですよ、あのー、例えば、秋葉原とかで、あのーこうえー、露天商売みたいな感じで、もうなんか中、中華製の500円みたいな、なんか、グッズみたいなの売ってるじゃないですか。 そういうのにあの中、えー、バラスと基板とか入ってるんだけどそういうの見ると分かるんですけどもう本当にねあのその表面磁層部品とかね抵抗とかコンデンサーとか歪んでねハンダ付けされてたりとか <laughs> もうあとちょっとでもげそうみたいな感じのものとかもう本当にあるんですけどああいうのを見てるとこう驚愕しますよこれ,これあの安いんですけどあの質はすごく高いあのよくできてるなと思います。で えとまあ、特にその2代目の,その PC なんか、あのテンスジェンなんで、あのもう本当にね、このデザで本当にこれ,これいいんかみたいな感じの,あの驚,驚愕驚がの質の高さだと思ってます。まあ、ただ、あのさっきの話につながるんですけど、まあ、どこで買ってもほとんど同じ設計、<laughs> あのマーサーボードがちょっとずつ違うケースに入って売られている。 まあ、多分まあ、設計コピーが氾濫してるんでしょうね。あのまあ、横流しとかね、あのか金のやりとか、やり取りとか、あの、あるんですよ。盗んだとか <laughs>、てことあるんですよ、きっと。まあ、そんな感じです。で、ただですねあの、PC 全体のシステムの,その設計としてはね、まあ、本当、お粗末かなというふうに思うんですね。あの、えっと、マザーボードはそういうふうに、ものすごいクオリティが高い。 感じでその製造されているのにそれが組み付けられた pc のユニットとしてはお粗末だなと思いますあのデザインの話じゃないですよデザインはなんかさっき言ったようにあのちょっとかわいらしいとかまあまあかっこいいじゃんとか思ったりするんですけどシステムとかし,てはしては特にダメでまあ思うのはあのエアフローが本当にダメでこの二代目のあの pc でもその最初にあの試行錯誤していた時あの SSD 取り付けの時にもうちょっと喋りましたけどあの温度がね <laughs> 本当にねこれもうちょっと穴開ける位置とか考えろよって思うんだけどその要するにあの外にどんどんその熱いあの風をね排出したりするためにそのこう適切にここに穴が開いていればとか思うわけですよこれで言うとこうかなこれで言うとですね 例えばこれ、えっ、ー、と、あ、ちょっと、今動いちゃってんですけど。これですね。これ、裏側、ここにスリットが開いてるじゃないですか。これはいいと思うんですよ。なんで、こっちに負けないのみたいな。ここね。それからこ、ここも、その、SSD があるわけで、ここ、ものすごい熱がこもるので、なんかこっち側に、 あのスリッでもこっちなんかあれですねまあこっちあの全面なんで全面はこうあのスッとスッとしてほしいと思うかもしれないですけどまあでももうちょっとだから工夫の余地はあるでしょうって思うんですよね。まあそれからそのまあこいつはそのもうデザイン上あの本当にあの筐体のその体積が小さいのであのもう分かってたはずだから。 なんかこのパネルですよね。ここに上につけるパネルも、こうなんか、奇妙なデザインとかにするんじゃなくて、もうここ <laughs>、メッシュのパ,ンあのパンチングじゃなくて、なんかメッシュの何か、はめるとかね。あそういうあのケースもあります。まあなんかちょっとダサい感じだったんですけど、まあなんかもうちょっと工夫できるでしょうと。そうするだけで熱管理がものすごく楽になると思うんですよ。なので、なんかそういうとこはすごい、 あのシステム、PC システムとしての設計が本当になんかお粗末だなっていうふうに思うんですね。はい、そういうまあ残念ですよね。まあ、そう結局、あのまだそういうところに気が回らないんでしょうね。その製造技術として、その基盤の製造技術とかはもう本当にああのあの1、e、級に近いと思ってるんですけども。こう pc とはどういうものかみたいなのを定義とか考えてないですよ、多分。あの、インテル NUC 準拠のなんかこういう筐体にはまればそれでいいや、みたいな思ってで、あとは、こう外観的に売れればいい、あの、かっこよければそれでいいみたいなノリで多分作っているので、こういう結果になるのかな、というふうに思って でえー、とあとですね、ああのインターフェースについてもそうですね、なんかこいつはまだマシかなとは思うんですけど、あまあでもあれですね、RAN が2ポートあるのは意味が分かんないみたいな、<laughs> ちょっと思ったりするのと、えー、とあとあれですね、な1台目の PC については、もう全部、USB のコネクタが前面に全部ついていて、でもなんか据え置いて使う場合って、その USB のコネクタ後ろについててほしいじゃないですか。 だから、なんか、そういうところも、なんか、こう、使う、いざ使う段になってどうなのかみたいなことを全く考えてないっていう感じがするんですよね。まあ、そういうところが、まあ、お粗末かなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まあ、あとは、えっ、ー、と、最後のそのデモでお見せした通り、その性能の高い CPU が乗っているものなら、開発用途でも、まあ、全く問題なく使えますと。 で、今、Windows でデモして、あの、ご覧の通り、まあ、結構早いっていうので、まあ、Linux ならもっと深い、あの、軽いので、まあ、もっと、もっと、あの、こうですね、あの、楽に使います。で、えっと、えっと、この見せた筐体と同じ筐体で別に、その、ね、0E2286M、e、を使ってるんですけど、そいつも,も 64GB メモリのすて、でも、なんか Linux 入れて、もうそ、あ、じゃあ、あそれは Windows です。ごめんなさい。 で、Windows で、まあ、あの、本当に、あの、平行ビルドさせると、早い、ものすごい早,早くて、あの、快適です。で、えっ、ー、と、まあ、あの、センターシールラルのコミュニティ活動で、このウィルサーギがある前までは、その、一と,とこに1ヶ月に1回集まって、その、黙々会みたいなことをやっていたんですけど、そこに、あの、今、<laughs> この、あの、プレゼンをやっているノート PC ですね、バイを、 のノート PC を持って行ってたことがあるんですけど、もうほんと遅いんですよ。<laughs> これバイオ Z だったんですけどね。遅くて。で、今考えるとね、もうこの、このぐらいコンパクトだったら、もうこれ持ってきゃいいんじゃないのって、これと、あと、あの、モバイルディスプレイですね。モバイルディスプレイと、あの、小型のキーボード、マウス持ってけば、まあ、そんでいいんじゃないのみたいなのはちょっと思ったりしてます。 うん、あの圧倒的に早い全然もう比べ物にならないですね、ノート PC とは。なので、えっと、こっちの方がいいように、そういうふうにあの外出時に持っていくっていうのも、この大きさになればかろうじて可能なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、GPU はだめですね。<laughs> あの内蔵 GPU なんでね。まあ、そこは押して知るべしっていう感じですね。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、ああの、ほとんどのミニ PC が、ほとんどのと言ったのは、僕はなんかミニ PC と呼んでるもので、えっ、ー、と、モバイル向け、PC、CPU を使ってないものを見たことがないけど、ひょっとしたらあるのかもっていうぐらいです。あの、見たことはないです。モバイル向けインテル CPU を転用して作られてますと。で、NUC ブランドをインテルが打ち出し始めたのは、そんなに昔ではないので、えっ、ー、と、でもそれ以前から、その、 えとモバイル CPU はもちろんあるし、その中華 PC がその,その頃から、まあ、あのミニ PC が作られていた。まあ、その頃のっていうと、そのフォースジェンとかね、サードジェンとか、そのぐらいの古さなんですけど、まあ、その頃のモバイル CPU ってデスクトップ向けに転用していいんだったんだっけっていう、なんか <laughs> あの、プレミア、あのインテルからするとプレミアムなんですよ。あのやっぱりその限られたその TDP とか電力とかあるいはその筐体サイズに合わせたいわゆるノート PC 向けにあの作る CPU は、まあ、その頃やっぱりコストが高いのであのやっぱりあの限られた顧客にあの限られた量しか出荷できないみたいな制約があったと思うんですね。 だから当然そのモバイル向けに作っているのにそのモバイルではない環境にあの使わんでくれというようなことはあったような気はしてるんですけどまあでも彼ら堂々と出してますね <laughs>。でなんでそもそもそんなことしてよかったんだっけよくわかんないグレーゾーンだなっていう感じもしてます。 で、えっ、ー、と、まあ、なんか、イエス品があの使われている場合もあるので、あの、これはもう、しょうがないですね。イエス品だと、どこがおかしいのか、あのおかしくないのかっていうのも、もう全くわからないので、あの、まあ、そういうのを引いてしまった場合は、まあ、諦めるしかないと。っていうことと、それから、えっ、ー、と、AMD の、あのまあ、要するに雷ンですね。雷ン関係、あの、方面の、その、えっ、ー、と、石を使って、 ってているるものぼぼちぼちでで始めてるんですけどまあこれもあのりで調べてもらうと分かりますけどインテルインテル CPU 使ってるものに対して圧倒的に少ないのでまあこっちも人ーかなって <laughs> 気はしてます。僕はあの宗教上の理由でインテルを使うのでまああんまりあっちの方に興味はないんですけどまあでも。 まあ、あれですよね。あの GPU が、内蔵 GPU がインテルに比べればマシなはずなので、そういう面では魅力がある。要するに、こういうミニ PC で、あのひょっとしたらゲームが、ま、まあまあ、あのできるかもみたいな、あのちょっとそういうところはあるかもしれない。で、えっ、ー、と、あとはですね、あのファンレスタイプをお勧めしますと。まあ、ファンが壊れる可能性が高いですよと。まあ、やっぱりね、あの、 えとこれで言うとハードディスクとファンだけなんですね。稼働部品って。なので、あのまあ、昔はフロッピーがありましたけど、まあ、今はその2つがせいぜい考えられてんで、でしかも、えー、と今のミニ PC は基本 SSD でハードディスク載せるってことは、まあ、あんまりないかなと、まあ、2.5インチつけれなくはないですけど、なので、えっ、ー、とまあその結局、 あのベアリングの質と、それからそのベアリングに持ってあるそのグリスですね、これの質があのどうなってるかによって、ああ大きくその製品寿命が変わってしまう。で、中華製なんでね、こういうあのなんというか、基本単価の安い部品は、すごいもうケチケチにケチってんじゃないかなって気はしてます。 なので、ここに熱が加わると簡単に破綻する。あの壊れる。というふうに思っているので、なので、えっと、ファン付きのものは、まあ、基本的にはちょっとやめといた方がいいかなと僕は思っています。特に、あの、あれですね、書きましたけど、独自設計のヒートシンクで、その、一体化したファン。があるじゃないですか。そのファンに、こう、ファンの、ヒートシンクの真ん中にこう、取り付けられてるファンみたいな。 あの溝が切ってあって。でいうのが壊れると、もう交換が効かないですよ。で、そうすると、それがそのミニ PC に使われていると、そのミニ PC 動かすのに、そのファンが動かないんじゃ、事実上死亡だよねっていう話になるわけで <laughs> もう、なんかあの、ファンが動かないだけで CPU としては別におかしくなったりしてないのに、でももうこれ捨てるしかないかみたいなことになるので、本当にね、 ファンはね、あのー、ちょっとあの鬼門かなというふうに思っています。と言いつつ、今回の2代目のやさんがファン使ってるじゃないかっていうかもしれないですけど、これね、こいつはね、あの汎用部品としていっぱいあるんじゃないかなと思ってるんですね。こう、これですね、こうこ,うこ,うこのファン。まあなんか あの交換ががきそうな気がしますよね実際なんか、あの、部品としてどの程度手配で,できるかって、まあ、もちろんやったことないので、分かんないですけど、でもまあ、なんか探せばありそうな気がするじゃないですか。で、専用設計されてるような、そういう、あの、ヒートシンク、ファン一体型のやつだと、もう交換効かないので、その、あの、PC の、その、えっと、業者に聞いてみて、あ、ないです、以上、みたいな話になったら、もう終了ですよね。 なので、ちょっとそれはなんかお勧めしづらいところがあるかなと思っていますと。はい。とういうことで、じゃあ、まあ、あの、長くなりましたけど、まとめですが、えっと、基本、あの、今回のやつ、いろいろ掘り下げて、あの、こう、PC のその組み立てとかも初心者っていう人も、あのビデオで見てるかもしれないですけども、えー、基本的にですね、えー、自分で頑張る。 <laughs> 頑張れるというのはあの普通の,あの、えー、と PC 組み立てだとその組み立ての技術みたいなのを頑張るみたいな話ですけどそうではなくってまあほとんど究極的には業者とのやり取りを頑張れるかなみたいなところですね。 まあ、ちょっと脅かしすぎかなという気はするけど、あの実際問題多分ですけどあの、Google 翻訳とか駆使して頑張って何かやり取りしたってあの十分できるとは思っています。なんですが、まあ、あの基本あの、それであのできなかったからって言って僕も何もできないので、あのその辺自己責任でお願いしますと。 まあ海外でね、物を2、3買ったことがある人だったら、まあ、十分いけるかなというふうには思っています。あの、中国じゃなくても、例えば US とかであの買ったりとかしたことあるんだったら、まあ、問題ないかなと。で、えっ、ー、と、まあ、そういうふうに、あの、調達できそうだっていうことで、あの、買うっていうことになれば、結構安く。 あのこう性能のの高いものが買えます開発性能と書いてあるのはまあゲームとかに向かないっていう意味ですけど、開発性能は高いものがあの買えますと。まあ、それから面白い部分としては、国内向け PC ではまあほとんど見られない仕様のものが買えますと。まあ、何せね、あのモバイル CPU を転用してるっていう時点であれなので <laughs>、そういうものがあの買えますと。 で、えっ、ー、と、まあ、トラブルさえなければ、実利的な仕様のものが、まあ、多いですと。あの、実利的というのはですね、要するに余計な機能がごちゃごちゃついてる、あの PC、PC、まあ。もう、う陶とうしいから、もうこんなん買いたくないって思った人って、まあ、結構いると思うんですよ。だから、そういうのも嫌だと思ってる人からすると、なんか、極めてプレーンな作りをしているので、あの、こう、扱、まあ、いやすいですよね、別の意味でね。 あの何か付いてるあの何か付属品があのこう特殊なデバイスが付いてるとかになると途端になんかドライバーがどうなるなだとかあのそうだこれを交換したいんだけどもう交換できないとかさまざまな問題が発生するのでそういうところがない部分がこう自作 PC っぽいですね仕様的な部分で。なんで、まあ、そういう面でもあのこうお勧めしやすい。 部分かなといいうふうに思っていますはい。じゃあ、僕は今からこの、えっ、ー、と、長かった動画を編集するわけなんですけど、えっ、ー、と、まあ、あの、大にちょっと、あの、こんなに長くなると思ってなかったです。サクサクと紹介して終わるつもりだったんですけど、まあ、特に2代目の、あの、PC が、あの、なんだ、えっ、ー、と、フラッシュメモリの問題で、インストールが変だったっていうのは、 ちょっと甘い色こはだったんですけど、中華 PC のせいじゃなくて良かったですよ <laughs> これ高い方だったんだよね。あの、これ何か問題があるっていうと、もうそれこそ、どうやって品品みたいな話から始まのそれ面くさいので。まあそういうことがなく、あの、終わったので良かったです。はい。ということで、まあちょっと参考にあのなればいいかなと思います。あと、えっと、メッセージ欄になんかいろいろ、あの、 書いてもらって、なんか、あの、わかる範囲であれば、あの、お答えしますし、まあ、なんか疑問点とかあれば、ぜひ、なんかメッセージをお寄せください。はい。ということで、以上で、えー、今回の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。